ました。どうぞ召し上がれ。いただきます。とろっとして美味しいです。そう、爽やかな酸味があって、これ美味しさの秘密は水を入れずに酢と砂糖だけで作ることなんだそうです。金柑を酢で煮て柔らかくなってから砂糖を入れて一煮立ちするのがポイントなんだそうです。さて、こちらのコーナーでは視聴者の皆さんからご投稿いただきましたご家庭の心温まる食卓や思い出料理のレシピを募集しています。採用された方には霧島酒造の焼酎と番組特製クオカードをプレゼントいたします。それでは今週はトラフ霧島の水割りで乾杯です。乾杯、いただきます。あ、今年もうまい。2022年が良い年になりますように、霧島酒造の焼酎に思いを込めて乾杯。